い、どうも皆さんこんにちは、レイです。ボクちゃん始まります。皆さん長らくお待たせいたしました。本日よりテイスティングレビュー動画を再開したいと思います。いらんところで腰を負傷してしまい、医師からアルコール禁止令を発動されてしまったんですね。日々定められた少ない量で過ごしてったわけなんですよ。テイスティングレビュー動画で飲む量は約60ミリなんですね。ダブルを飲むんで1日の許容量を超えてしまうんですよ。その都合テイスティングレビューがずっと滞ってできなかったんですよね。すみませんでした。はい、長らくお待たせしてしまったんですけども、今日やる解禁祝いの一発目はこちらになります。いやー懐かしいね。こうやってカメラの前にいちいち登場してさ、バーンみたいなことをやってたじゃないですか。半年以上空いちゃうと忘れてしまいますね。それでは一連の流れいきます。今日のお酒は皆さん大好きこちらです。せーの、バーン、響きジャパニーズハーモニー。皆さん大好き響きノンエイジです。この響きは日本を代表するブレンデッドウイスキーの最高峰と言っても過言ではないですよね。スペック乗っけます。懐かしい。サントリーから発売されてますこの響きジャパニーズハーモニーはブレンデッドウイスキーなんですね。アルコール度数 43%、 希望小売価格は5000円です。今は5000円なんですけど、値上げをこれからしてしまうんですよね、4月より。スペックは以上、商品説明ポーン。これ今更やる必要あるのかなって思ったんですけど、響きはね、いろんなシリーズを着手したんですよ。響き12年をはじめ17年21年、ハイエンドクラスの30年まで着手したんですね。なんですけども、このジャパニーズハーモニーノンヴィンテージに関しては展開してませんでした。これをやってしまうともう全て終わってしまうと思ったんですよね。いや終わらない、終わらない。この響きがラインナップとして並んだのは1989年、もう30年以上前ですね。人と自然と響き合うをテーマに作られたお酒なんですけども、その思いから作られた最高峰のブレンデッドウイスキーに当たるものなんです。当時サントリーのマックス価格が今でも存在するロイヤルだったんですね。そのロイヤルよりもさらに特別なブレンデッドウイスキーを作りたいという思いからこれが発売されたんですね。17年から始まり21年で、12年も出て30年も出て、時は経過し2015年3月10日だったかな、もう7年前の話ですね。発売されたのがこちら響きジャパニーズハーモニーでした。年数表記をなくすことによって原酒の幅を広げて様々な可能性を見出したものですっていう、そんな感じだったんですよ当時は。とはいえどね、響き12年が終売になってしまったので、こちらその代替品として出たものだったんですね。年数表記がない分無限な可能性を秘めてるっていうところを売りにしていたので、ざっと説明するとそんな感じです。閉じます。じゃあ開封していきますね。ジャパニーズハーモニーはすでに僕は何回も飲んでるんでわかるんですけども、これは去年購入したものですね。1年前のロットです。はい、響きジャパニーズハーモニーこれ皆さん気になったよね、なんで封が切れてるのってこれに関しましてはこちらの動画を見ていただければ理由がわかります。あ、これは別口のゴジファミっていうチャンネルです。このモフチャンでは出ない裏側の私生活を描いた動画になってますので、ぜひそちらもまだ見られてない方は見てください。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、閉じます。定位置に戻ってこちら早速テイスティングレビューに入りたいと思います。危ない危ない、産声をまでやってませんでした。本当はここでいっちゃんを呼んでポンって開けさせようと思ってたんですけど、いないんでね、もう僕が開けます。封は切ったんですけど蓋は開けてないんですよ。なのでこれから鳴らしますよ。いきます、せーの、すげえよな、やっぱりこの初めて開けた時の感覚たるや。定置に着きます。さあ、それではグラスに注いでいきたいと思います。30ミリのラインがあるのでそちらまで入れてって、はい、あーちょっと超えちゃった、まあいっか。それではまず香りなんですけども、ここから立ち込める香りは薄い花ですね。開けたてってのもあってまだ香りは開いてない状況です。うん、やっぱりそうだわ、花ぐらいしか出てきませんね。それではグラスを近づけたいと思います。ああ、もうここまで来ると相当するね。やはり花畑で、そこから必然的にミツバチが抽出した蜂蜜です。結構蜂蜜の香りが強いのかな。その後に梨でレーズンと続きます。この香りはやはり響きに精通してるかな。うまく処理してるんですけども、アルコールは香ってきます。ウッディーなアーモンドでかすかな水ならが香ってくるのかな。うん、以上になります。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。まず真っ先に来るのがアルコールのピリッとした刺激ですね。可愛い刺激です。その後に粘性を帯びてるんでバターみたいな感覚があるんですけども、口当たりはね、うん、やっぱり蜂蜜が強いかな、甘さで。続いてリンゴですね。甘みが強めのリンゴです。リンゴの後にすぐに梨に変わります。余韻はナッツなのかな、で間違いない、チョコだな。うん、チョコですね。それではトワイスアップしていきたいと思います。あー久しぶりだな。はい、じゃあ香りいきたいと思います。
明るいサラサラした蜂蜜ですね。さっぱりとした梨、みずみずしい若い梨ですね。薄いですけどレーズンも見つけました。レモンみたいな柑橘系の香りがしてきました。アルコールの香りは消えてアーモンドなのかな。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。まず酸味ですね。その後に渋みですね。グレープフルーツっぽい渋みです。続いて薄いですけども蜂蜜のような甘さを追ってきます。さくらんぼのような薄い甘酸っぱさもありますかね。チョコレートのようなキャラクター性もあって、で最後に言われてみればうっすらと水ならなのかな。最近のロットは大きく変わりましたね。はい、それでは総評に入りたいと思います。こちらになります。はい、66点でした。66点の理由なんですけども、この響き、まずね、初心者には向いてるかなと僕も思うんですよ。甘いですし、確かにまろやかな感じもありました。ただしアルコールの辛さだとか酸味ってのがまだ目立つかなって思います。でもそこは響き、この響きじゃなかったらもっともっとこの辛さが目立ってたと思うんですよ。うまくいろんな香味を重ねて消してるというか薄めてる感じがするんですよね。技を感じます。なので初心者に向いてるボトルかもしれないんですけども、僕はね、この響きジャパニーズハーモニーを初動の人にはまだ進めないですね。うますぎて困るっていう人もいれば、複雑すぎてよくわからない、ぼんやりしちゃってるって思う方もいらっしゃると思うんですね。でどんどんいろんな経験を積んでった時にこれを飲むと、あ、こういう和なウイスキーもあるんだってことに気づけると思うんですね。良さに気づけるというか、自分の味覚が研ぎ澄まされていって、いろんな香味を見つけることができてくるボトルなんだなと思います。複雑性を楽しみにこれは飲めるボトルですね。どちらかというとウイスキー経験者に飲ませたいボトルですね。それが1つ目で、2点目なんですけども、外見かっこよくないですか。これデキャンタボトルかっこよすぎる。一目見て響きだって分かりますよね。この縦に入ってるカットが24面カットなんですよ。日本の風土式に合わせて24面にカットしてるみたいなんですけども、ボトルが本当にかっけー。そしてこの響きっていう墨文字も素晴らしい和紙が使われてるんですよね。これは日本だからっていう悲劇はなく、全ウイスキーの中でボトルはナンバーワンだと僕は思ってます。これをウイスキー好きな友人または父等に送ってみてください。びっくりですよね。うわ、嬉しい。響きじゃん。めちゃくちゃボトル重てし、高級感ある。価格わかんないけどこれめっちゃ高かったでしょみたいになる、なりますよね。噛んじゃった。とにかくボトルデキャンタ、こちらが最高ですよね。それが2つ目です。で3つ目なんですけども、上位モデルの21年30年に確かに精通してはいるんですよね。これを飲んで、あ、響きだっていうのがわかります。ちょっと余談になっちゃうんですけども、当時2015年発売されたての時に僕はこれをね、飲まさせていただいた機会があったんですね。その時は響き12年が直接比較対象になってしまう大きな壁があったんですよ。それと比べてしまうと、あ、やっぱノンエイジだしこういうものなのかっていうね、少しね、がっかりというか落ち込んでしまったという記憶が新しいです。まだそれでもまずくはないですよ。美味しいウイスキーの部類に入るんですけども、当時4000円だったんですよね。響きの12年が5000円くらいで買えて、1000円の差かーとか思ったりしてたな、懐かしい。それを飲んでから 2,3 年後にまた響きジャパニーズハーモニーを購入して飲んだんですよね。梅酒を作るためにとかね、あ、違う、飲めなくなってしまった響き12年を作るためにとか言うので飲んだりしてたわけですよ。初めて飲んだ時よりもなんかわかんないけど味がだいぶ違って落ちてしまったって気がしたんですよ。ウイスキー業界あるあるな話になってしまうんですけども、発売された当初は原酒の保有量がやっぱり違うじゃないですか。なので勢いもあってうまい酒なんだぞっていうのを定着させるためにクオリティの高いウイスキーに仕上げてくるんですね。でそこからちょっとずつやっぱりこのね、ずっと同じってのは生産工程上作れないみたいなんで、多少誤差が出てしまうんですよ。使ってる原酒も変わっていってしまって、少しずつ薄くなってしまって、でそのロットタイミングの時に購入してしまった、いわゆるハズレボトルっていうんですかね、そういうのを飲んでしまった時のがっかり感、ちょっとびっくりしてしまった響きに当たったことがあって、あれは完璧に響かなかった。ということでね、余談はそこら辺にしておきましょう。話戻すんですけど、僕の中で響きの特徴としては水ならか香るって感じなんですね。このジャパニーズハーモニーも水ならだるを使った原酒が使われてるっていうのを売りにしてたと思うんですけども、それらを確かに感じることができましたし、日本の最高峰のブレンデッドだっていう気はしましたね。水なら
柄は日本特有のウイスキーっていう気がするんですよね。その中でもサントリーは特に処理が上手で非常に美味しいものを出してくる。なので水柄のお手本が楽しめるっていうところですかね。それが9倍とかも10倍だと思うんですけども、響き17年になるとめちゃくちゃ強く感じられるんですよ。水柄チャージできる、そんなボトルは響き17年、それも買えないんですけど間違いなく感じることができました。日本人一度は水柄を香るウイスキーを飲んでもらいたい、そんな感じですね。それで4つ目なんですけども、ネガティブな要素になってしまいます。皆さんもご存知、価格ですね。評価や味は確かなんですが安いとは言えませんよね。買いやすいボトルでもありませんし、ネットで今見ると大体12,000円、それは言い過ぎ、11,000円ぐらいだと思うんですよ。高いですよね。そんなお金を出してまで購入するようなお酒ではないってことは、ここでもうざっくりじゃなくてバッサリ切っときます。お店で定価で買えてこそのやっぱりウイスキーだと思ってるんで、それ以上を積んで響きを買う価値はありません。まだ始めたての人に5,000円以上するお酒って勧めづらいじゃないですか。それを出すぐらいだったらいろんな選択肢が広がりますし、ジャパニーズウイスキーでもいいものが買えますよね。2,000円、3,000円のウイスキーでも優秀なものがうようよあります。あえて響きを勧めるかって言われたら、やっぱ今話した通りって感じですかね。でも確かに間違いなく美味しいですし、お店にあったらこのボトル高級感ありますし、購入したいですよね。っていうか購入した方がいいです。ネットで買ったりしなければ手に入らないようなレアなお酒になってきてしまってるんで、1本お家にあってもいいかもしれませんね。さらに4月から値上げですよ。5500円になるんですよね、定価で。いやー怖い怖い、消費税入れると6000円超えてきてしまうお酒になるのか。今のうちに見つけられればいいですね。はい、それが僕の総評になりました。でもやはり世界が評価してるだけあって美味しいと僕も思ってますよ。じゃないとバカみたいにあんな27本も買いません。まあ、当初の購入目的は全然違いましたから仕方ないんですけど、特別な時間にこのボトルをゴンって置いて、グラスバーン置いてロックにして飲んでも美味しいですし、これはハイボールにしても美味しい。でもハイボールはもったいないから、ぜひ飲むんであればストレートと微妙な加水、1対1で加水しなくていい、5、6滴水を垂らすだけでもだいぶ変わってくると思うんで、それぐらいがいいんですよ。僕のジャパニーズハーモニーの好きな飲み方は液体8に対して水2ぐらいな感じで、3:2、トワイサップで比率を半々にしてしまったり、あとはロックとかにしてしまうと、これギュッと冷えるとなぜか渋みや苦みが目立っちゃうんですね。若干な加水が一番好きかな。あくまでもこれは僕の好みの飲み方なんで、皆さんはそれぞれ別の飲み方があると思うんですよ。そういうのをぜひコメント欄活用していただいて、私は僕はこんな感じですっていうのを発信していただければと思います。ということで、テイスティングレビュー動画がようやく解禁できたわけなんですけども、一発目はこちら、響きジャパニーズハーモニーになりました。これからもレビュー動画、そうでない動画も上げていきますので、よろしくお願いいたします。本日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しでもけだった、面白かったと思っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。言い忘れてたけど、これ24面なんだけど、数えていくと25面の時とかもあります。それではさようなら。酒に飲まれてる時は26面カットの時もありますね。Thank you.